こんにちは。a m a ン o スサポーター、堀秀夫です。今日はモニター募集ということでね、えオーストラリアアマゾンの売り上げの伸びが加速しました。ね、だいぶ加速してきました。そんなわけで、まあ、この加速具合を取り込めてない、えね、ー、売り上げ伸びてきてる。購入者増えてきてるのに、いまいち売り上げ伸びない、商品見つからないという会員さんにね、え個別サポートにアップグレードしませんかというお誘いです。 まず、売上どれぐらい伸びてるか。福岡在住で、忙しい副業。本当ね、えー、忙しい勤務体験の時、えー、大丈夫ですかあんまそんな無理しない方がいいんじゃないですかというぐらい時間のない会員さんですけど、まあ、今の仕事じゃなくてね、この物販で稼げるようになって独立したいということでね、この個別サポートを受けていただいてます。で最新の売上報告、えー、来ましたのが、売上 4,908ドル。販売個数、178個。で、その前ね、ね、えー、今回いただいたのが、11月の8日。まあ、今日の売り上げですけど、その前が1週間前、4,400ドル、159個。ね、えー、1週間で1割増えてます。で、その前が10月25日、146個、えー、3,651ドル。その前が10月18日、 ね、117個、えー、3326ドルその前が、えー、10月19日、ね、ん10月19日一緒かこれ10月19日が、ねえー、10月11日、ねえー、1週間前2885ドルと、まあ、ほぼ1割ずつ増えていって、まあ、現在、ね、4905ドルになってると、まあ、これはもうほぼ 今年中に1万ドル突破は確実かなというような段階に来ています。だってその前10月11日には2885ドルでまだ3000ドル超えてなかった。その前9月の13日に至っては2304ドルという売り上げだったんですけど9月の13日、今日が11月の8日ですから2ヶ月経ってないですけど まあ売り上げは2304ドルから4905ドルまで倍に伸びてます。